2636回始めます。産経新聞からですね、あのホストクラブにねハマる女の人、ホス狂いの女の人ね、去年ん去年っていうか去年とかかな、うん、ずいぶんね、メディアの出てましたけど、うん、ホストに籠絡されね、まあ騙されてっていうかいいようにね言われて、うん、ホストに籠絡されマカオで売春、マカオって香港の近くだね、うん、マカオで売春、心身壊し、貯蓄も奪われっていうことで当事者が、証言してるってことでね、ホストクラブへの支払いを追われ風俗店で働いているという女性にインタビューしたっていうことでね、まあこの女性何歳なんだか分かんないけど、ある女性ね、うん、ホストクラブに通って借金が膨らみもう首が回らなくなった女性、この人が示された返済方法の一つは海外での売春行為だったと、うん、でこの女性ね、貯蓄も奪われるし心身を壊した女性、うん、その証言からは華やかな東京歌舞伎町の闇が垣間見えると、うん、はい、まあ、ホストクラブでね、毎日100万円とか70万円とかね、連日のようにそういった、まあ、消費、高額の消費を、まあ、強いられたっていうか、まあ、女性もバカだと思うよ、俺は本当に、うん、まあ一時のね、そんなホストクラブが面白いのは本当に一時だから、その一時のためにね、人生のこれからの何年間もその借金の返済に費やすようなね、しかもね、売春までしてよ、毎日毎日、うん、一日に何人も2人3人4人5人分かんないけど、ね、見知らぬ男ですよ、見知らぬ男に体を売るわけですよ、うん、そういうことをやることになるの分かってんのに、ホストクラブにね、一時のね快楽だか楽しみだか分かんないけどアホだと思うよこういう女性も、うん、でまあ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 、とにかく、うん、とにかくですよ、うん、女性ね、借金背負って、うん、言葉も通じない国でねっていうことですよ。風俗店での勤務経験はないし、うん、絶対無理かと思ったけどもうやるしかなかったとね。去年6月売春するために中国マカオに渡航した女性は追い込まれていた当時の心境をもうこう話したとね。絶対無理だ、風俗の経験もないし絶対無理と思ったけどもやるしかなかったんだと、自分にはこの道しかなかったんだと、選択肢がなかったんだということです。ね、まあこの女性ね、今回インタビューしてる女性、もともとある程度お金があったと、貯蓄があったと、ね、自分で事業を立ち上げたりしてたと、蓄えもあったということで、そこに目をつけられたと、うん、でそのホストクラブの店に入るとクレジットカードを提出させられ、無断で100万円を決済されたり、数百万円のシャンパンタワーを続けたままに注文させられたと。で、支払いに使っていたクレジットカードが限度額に達するたびに他社で新しいクレジットカードを作成、カードの枚数が30枚ほどに達し、もう支払いが追いつかなくなって首が回らなくなった時、ホストが提示した選択肢の一つは海外で体を売り売春をして稼ぎ返済するっていう方法だったと、うん、いうことで、ホストからね、まあ、エージェント紹介されて海外で体を売って売春してもう払ってくれと、ツケをね、うん、でそこね、この方まあアメリカか台湾かとかマカオかとか複数の選択肢ね示される中で、この方は東洋のラスベガスって言われて、まあ、日本からも比較的近いマカオを選んでいったと言ってますね。ただこの女性自体はその風俗の勤務の経験ないし、ね、絶対無理かと思ったよと、うん、毎日不特定多数の男と、うん、相手しなきゃならないと、無理かと思ったけどもうその道しかなかったんだと、うん、返済する金額が高額だし、うん、でこの女の人どういう売春してたかっていうと、
このマカオで、高級ホテルに併設される売春宿、うん、売春施設、うん、そこ高級ホテルに併設されるところ、そこで勤務時間っていうのは夜っていうか夕方6時から翌朝4時までみたいですよ。だから10時間拘束、うん、で1時間ごとに数回品定めのショータイムが開かれ、おそらくひな壇みたいなところでしょ、ひな壇とこみたいなところに立たされてお客さんに顔見せすると、それでお客さんが、まあ、15番とか20番とかね、番号で指名してってやつですよこれで、指名されると顧客から指名を受けると個室に2人で行って、まあ、買収のサービスを提供すると。で1回につき約3万円の収入が約束されていたと、うん、しかし仕事は肉体的にも精神的にも過酷だったと。で1日5、6人を相手にしたと、うん、数日経った頃心身に不調をきたし、もう雇用主に申し出て帰国した、日本にね帰国、うん、言葉も通じないところで国で、体を売るのは本当にきつかったと、うん、いうことね。で、ある芸能人、うん、ホストからは、あ、ホストからは俺が一生涯面倒見てやるからってね、甘い言葉かけられたんだけども、消費者金融での借り入れや、うん、アダルトビデオへの出演を持ちかけられると、うん、あれ消費者金融の借り入れや、うん、まあ結局この女性マカオで買収してたんだけども、まあほんの何日かで、うん、体調を崩して日本に帰ってきたと、うん、で日本に帰ってくるとホストからは、まあ、日本でも風俗店で勤務するようにって言われて東京吉原で働いたと、うん、で結局ホストクラブに支払ったのは総額約2500万円ね。次第に気持ちは冷めた、まあ気持ちは冷めたんだけども、カード会社などへの支払いは今も残るということでね。まあで、この女性ね、日本から海外に行き売春行為に従事するケースは最近非常に増えてると、ね、円安も背景にあるとね。円安が背景にあると日本人が外国で働いた方が稼げるっていうことだから、で大きな借金ある人は日本で稼いで借金返すよりも海外で効率よくね、為替の影響もあって日本の何倍も稼げるから、うん、っていうことですね。海外、うん、に行くということです。はい、ただ、うん、アメリカね、アメリカの場合は売春が疑われる女性を入国拒否ということです。で結構今日本人女性でね、この売春やるんじゃないかと、まあヨーロッパもそうだしアメリカもそうだけども、非常にやっぱりギリギリのところでね、移民とか、うん、そういう人あんまりなんて入れたくないっていうのはどこもそうだし、何よりね、なんていうのかな、不法就労を一番恐れてるよね、ヨーロッパもアメリカも、うん、不法就労。だから日本人の女性最近もう売春でね、アメリカとかオーストラリアとか行く人多いもんだから、とばっちり受けてアメリカに入国されできなかったとか、ハワイに行けなかったっていう人今続出してるみたいですよ。うん、どうせ女一人の旅だったら売春目的だろうみたいな感じで、昔日本人女性なんて言ったらこんなことね、疑いもされなかったけどね、一子一人いなかったんじゃないの、海外に行って売春しなきゃならない。それはまあね、AV女優みたいな人は、うん、アメリカ行って活躍してる人もいるみたいだけども、うん、日本人の一般女性がね、うん、海外に行って売春するでお金貯めて何かの借金返済するなんていうのは昔なかったね、ほとんど、うん、はい。でただ売春はね、うんうん、まあいいや。警視庁は今月その海外出稼ぎシャルムっていうところを運営して、まあ
ね、女性を海外で外国での売春を紹介していた男4人を職業安定法違反容疑で逮捕していた。海外出稼ぎシャルムっていうところを運営してた人ね、うん、それを逮捕していると、うん、でリゾート施設ね、今すごい活況みたいだけども、なんだなんだ、まあまあちょっと今私ちょっとごめんなさい、眠いんだわ、うん、まあまあいい、観光を兼ねてね、うん、その海外に日本人の売春婦を送り込むっていうね組織の人たちは、観光を兼ねて高収入ですよと、うん、ね、マカオでも香港でもいいよ、観光を兼ねてマカオで売春しませんか、香港で売春しませんかみたいな、リゾート感たっぷりでアメリカで、売春しませんかみたいな感じで誘い文句で3年間で2、300人の女性をアメリカなどの売春店に、斡旋していたって言ったから、相当だね、3年間で300人ぐらいだから、すごい女性の数が今海外に行ってんだね、日本人女性ね、もう恥も何にもないね、こうなってくる日本人女性、うん、ただ売春は命の危険も伴うと、警視庁が1月に摘発した女らを通して渡米した30代女性は、うん、現地で薬物を強制されそうになった上に砂漠に連れて行かれて、ね、このこと口外したら殺すぞなどと脅されたっていうんですね、うん、はい、ね、そういうね売春組織もありますよということです。はい、で、まあ、日本人女性ね、これアメリカに入国拒否されると、一回入国拒否されるとその後10年はアメリカに入国できなくなると、まあそれはハワイであっても一緒だとね、売春に関わっている人と連絡を取り合っていると、うん、それだけでも追及されてしまうということですね。はい、ということです。はい、まあ今、うん、ホストクラブぐらい、まあこれまだねだいぶいると思うんだけどね、女性の皆さん本当一時のねその楽しみというかね、気晴らしというか、そのためにね自分の体を売るようでは、これ本当にねどうなのって話なんでね、少し頭冷やして、ホストクラブなんていうのは 100% ね続かないし、うん、もうみんな営業トークなんだからね、うん、俺が一生面倒見るなんていうホストのどこをね信じてそんな大金払ってんだか知らないけど、来るお客さんに言ってるわけでね、そのホストっていうのは、うん、そういう仕事なんだから、まあ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 ね、でも女の人もそう、男もそうだけどね、一旦惚れてしまうとね、夢中になってしまうとなかなかどうしてね、うん、軌道修正できないもんなんだよね、人間っていうのはね、ほんと感情コントロールできないんだよなかなか。はい、ということでね、日本から海外に出稼ぎに行ってひどい目に遭ってる人いますよと、うん、トラブルも多いよと、うん、で麻薬打たれそうになったとか、砂漠に捨てられそうになったとか、そういう経験されてる方もいますんでねっていうこと書いてあります。はい、終わりたいと思います。はい、チャンネル登録高評価お願いします。失礼します。